共審査会で初めて発言。はい、もう出てますけどね。2016年の7月に初当選をさせていただいて、押し上げていただいて、やっぱりその選挙でも、憲法を生かす政治にと、憲法を生かし希望ある日本にということを訴えてたんですが、それで、秋の臨時国会が始まって、憲法審査会もやられると、その時に発言の機会を得ました。でそれは今も時々ネット上で動画で回していただいていることが広げていただいていることがあるんですけども、憲法審査会ってね、やっぱり動かすなって私たち言ってるんですよね。動かせば改憲論の、すり合わせに向かって、改憲に向けた地ならしになっていくと。で動かすなって言ってるんですけど、まあ、やったからには何か言わなくちゃいけないということで、まあ、いろいろ工夫して考えながら、やっぱり当時は自民党の改憲案っていうのは2012年の自民党が下野していた時の野党だった時のひどい改憲案ですね。国防軍を作るとか、その国民の自由と権利をですね、制限する、そういうこう色濃いものでしたので、まあ、それについてひどいっていうことを述べた発言は結構印象的だったなと思ってます。では第2番。最低賃金ちょっと厳しいかな、はい、これは2019年の予算委員会での質問です。動画があるかと思います。最低賃金について伺います。最賃法の9条2項は地域別最低賃金の考慮要素をどのように定めていますか。最賃法の9条2項では地域別最低賃金は地域における労働者の経費及び賃金並びに通常の事業の支払い、賃金支払い能力を考慮して定めなければならない、定めております。生計費というのは労働者の生活のために必要な費用を言います。2018年度の中央最賃審議会、その小委員会で提出された資料の中で生計費、その議論のために出された資料というのはどれですか。生計費に関します資料としまして、都道府県別 の県庁所在地におきます4人世帯月額の標準生計費、すると最低賃必要なところに取り入れる、全部見てたら終わっちゃうやつですね。そうですね、途中から、はい、1分43秒あ、そこです。労働組合の全労連などはこの間、全国で最低生計費の試算調査を行ってきました。生活に必要なものやサービスを一つずつ積み上げて割り出すというもので、資料の5ページにお配りしています。25歳の単身者、賃貸ワンルームマンションに居住する条件での試算です。最低生計費の税込みの月額は、例えば札幌市の男性は22万5千円、福島市の男性は22万2千円、埼玉市の男性で、はい、どちらにしてもちょっとだけごめんなさい。経費の試算調査を行ってきました。生活に必要なものやサービスを一つずつ積み上げて割り出すというもので、資料の5ページにお配りしています。25歳の単身者、賃貸ワンルームマンションに居住する条件での試算です。最低生計費の税込みの月額は、例えば札幌市の男性は22万5千円、福島市の男性は22万2千円、埼玉市の男性で24万2千円、静岡市女性で24万5千円、福岡市男性で22万7千円。で、これを祝日にも休みが取れるような月150時間で時給換算をしますと、札幌1500円、福島1480円、埼玉1613円、静岡1637円、福岡1517円。大臣、これに遠く及ばない現在の最賃額が生計費を満たしていない、こういう認識ありますか。山本厚生労働大臣。現在の最低賃金額というのは、いずれにしても働く方の賃金や生計費、企業の賃金支払い能力の地域差などの実情を考慮して、都道府県ごとに経済状況が異なる現状を踏まえて決定されております。この3つ目のことで決定されています。山添大工さんが面白いですよ。辰巳孝太郎さんですね。
根本厚生労働大臣。要は整形地の判断ですけど、要は審議でもですよ、厚労省の委員にご議論いただいて、で、やってるわけですから、支払い能力の地域差などを考慮して、審議会でそこは議論していただいて、そして最低賃金を設定していると思っております。もう少し見る。次にもう一度伺いますけれども、現在の最賃金、そうしたいろんな考慮要素があってもなお生計費必要とされる生活費を満たしていないのではないかと、この認識。事実関係で言えばそれは標準、その生計費を満たしているかどうかという話で言えば、まあ私は、まあ、そこはちょっと厳しいのかなと思います。これ今の衆議院の予算委員長ですね、今予算委員長やってますけども、まあ、要するに本来その最低賃金というのは、最低限度の生活を営む権利を有するっていう憲法25条があって、これは生活保護を定めているものですから、働いてたら本当はもうちょっとそれより超えなくちゃいけないですよね。普通に暮らしていける賃金と、節約しないするとかじゃなくてね、食べて寝てればいいってことじゃなくて、こういろんなものも買うし、お出かけもするし、外食もするし、映画も見るし、普通に暮らしていくだけの、賃金額っていうのが認められないといけないわけですが、まあ、ちょっと厳しいのかなというふうに言って、まあ、この年その後ようやく1000円を超えたわけですけども、まあ、まだまだ厳しいですよね。ちょっとどころじゃないんですけどね、まあ、でもなんか委員会の雰囲気がいいですよね。いいっていうか、いいですね、一体感がある。笑いが出たりして、ね、はい、では、いよいよベストワンですかね。はい、ベストワン、皆さんももう、はい、これだなと思ってると思います。これちょっとスライドショーにしてもらってるんじゃないかな。スライドショーにしてもらってる小田さん、はい、スライドショー。黒川氏のような検事長が63歳に達した後も引き続き検事長を続けられるようにする規定があると。パネルをご覧ください。これも小さい字ですのでほとんど読めないかと思いますけれども、もともと法務省が作成していた検察庁法22条の改定案というのは上にあります。2項を追加するというだけだったんですね。でところが先週提出された改定案は2項から8項までダーッと追加されました。膨大な条文になりました。無理な解釈変更のためにこんないびつな条文案となったんですね。しかもその際驚くべき変更が加えられました。パネルをご覧いただきますが、63歳以上は検事長や検事正要職にはつけない、こういう条文案だったんですが、ところが5項ですね、内閣の定める事由があると認めるときにはそのポストにとどまれる。さらに6項、内閣の定めるところにより再延長や再延長も可能だとされています。これでは検事長などの人事は官邸が握るのだと公言しているようなものです。総理、こういう法案を出すということ自体、こういう仕組みを作っていくということ自体が疑惑隠しだと疑念を持たれかねない、そうお思いになりませんか。それは全くそうは思いません。いずれとしましても、この法務省においてですね、人事においては適切に判断をしていくことでございますから、政権においてですね、この検察の人事に何か政治的な意図を持って加入するということは、これはありえないことでございます。山添拓君、だったらやめた方がいいという今声もありました。今はそういう仕組みに一応なってないわけですよ。検察が挙げてきた人事を閣議決定で決める、こういう仕組みにはなっていますが、この法案は露骨に内閣の定めるところにより検事長を引き続きその仕事をさせるかどうか、こういう法案になっているわけですよ。これで本当に良いとお考えですか。安倍内閣総理大臣、いずれいたしましてもですね、法務省において適切にしっかりと議論をして決定をしていく、法案についてですね、決定をしていくということになるわけでございますが、
まだこれはこの法案についてこれは提出をしていないというふうに提出したということでございますが、以前に提出いたしましたもですね、しっかりとご審議をいただきたい、このように思っているところでございますが、いずれにいたしましてもですね、心的に政治的にですね、人事に介入することは絶対にことはないということは明言させていただきたい、このように思います。山田栄作君、この検察庁法の改定案は検察まで私物化するものです。撤回すべきであります。これはね、その後黒川検事長は賭け麻雀疑惑の問題でお辞めになって、検察法改正案はご承知の通り、廃案を求める大きなうねりの中で、安倍内閣で初めてですね、悪法を廃案に追い込んだっていうのは初めての経験でしたが、そういう意味で私にとっては非常に思い出深い、印象深い質問だったなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、質疑タイムに行きたいと思います。